生ソムリエスクロスロです。夏です。よいしょー。はい。はい。怒涛の撮影らしですね。はい。3日連続でちゃんです。仕事終わりに。はい。はい。お疲れ様です。今日は少し早い。今日はね、ちょっとだけ早い。ちょっとほんと1時間ぐらいね。ね。いやいや、この九州、今日も、はい、九州の J リーグでも勉強会やっていきたいと思います。はい。まあ、チームはちょっとまだいませんか。はい。はい。結構、好評いただいてありがとうございます。うん、嬉しいね。コメントもらってるんだよ、はい。まあ、琉球も長崎も熊本も、はい、結構ね好意的なコメント多くて、はい、そう琉球に関してはすみません僕結構いくつか間違いが本当すみませんちょっとチーム名をねそうねなんかちゃんと、はい、あの言い訳をすると、はい、撮影前にちゃんと見て、うん、あこうねはい、はい、吉琉球ね見た上で動画の中で話してると琉球吉になってたしかもこれ一回話をして流れで琉球 FC って言ってしまって一回ちょっと止めたしね止めたのにけど、まあ、なんかまた流れでちょっとついちゃってたみたいなねそうそうそう FC やっぱ話しちゃったらそうそうだから俺サムネ作る時もちゃんと FC 琉球チェックして作ったからだから癖でというか癖というか話してるとちょっとミスっちゃった言ってるつもりだけど言ってたみたいな本当そうね福岡はミスみたいなそうですね本当大変してた失礼しましたまだ本当にコメントいっぱいいただきましたチャンネル登録しましたもん、はい、嬉しいですスタメンとね、結構、長崎と琉球のもらえたね、スタメン予想を出していただいた方もいらっしゃったありがとうございますチャンネル登録、高評価、はい、皆さんぜひぜひぜひ今日もよろしくお願いしますお願いしますはい、じゃあ、今日は、はい、大分トリニータはい、はい、ニータはいニータ、はい、今日ニータの日ですニータですやっていきましょうはい、じゃあまず2022年シーズンからですね、うん、はい、2022年シーズンJ2 リーグ5位です、5位、17勝15分け、はい、10敗、はい、勝ち点が66ですね、で得点が62得点で52失点ということで、はい、2022年シーズンを終えてますと、はい、でその結果で J1 参入プレーオフ進出も同じく九州熊本に引き分けで入ってるですね、まあこういうところでやっぱりこうレギュラーシーズンの順位差が出てくるね、はい、話は前もしましたそうね、うん、やっぱりどうしてもねもう結構ゴッツの試合になってくると思うので、まあ、引き分けでも上がれるっていうアドバンテージ焦りなく考えるってことになりましたね勢いで決まるみたいないや本当にそうそうそうで、監督、はい下平監督ですねはい、はい去年やられまして今年も継続です。村上もちろん。そうですよね、うん。野村選手が、まあなんか、はい、インスタライブの中で、うん、まあ来年も下平監督とみたいな話をして、うん、まあちょっとフライング目ではあったんですけど、無事契約を継続ってことですね。はい。はい、で、まあ、下平監督のコメントでは、まあ、若手もうまく起用しながら、はい、さらに若手が伸びることで中堅やベテランの選手も刺激を受けて競争し合えるような関係でチームを作っていきたい、はい、っていうところでコメントしております、うん、なので、まあ後から見るんですけど、まあ、インアウトも、まあ、それに伴った感じなのかなっていうのはあるんで、うん、あんまりこう、まあ、この前では長崎とかみたいになんか今活躍してる、まあ、ピークの選手たちを取るっていうのは、まあ、ちょっと期待持てるような選手たちを育てるっていう意味のチーム編成をしてるんじゃないかそうですパッと見見たらうんってなったけどこれ聞いてみたらまあそうあるのかなし、まあ、自信もあるんじゃない、うん、やっぱ今いる選手たちを見てとか、うん、まあ、 取った選手もそうだけどこの子たちなら伸ばせるとか、はい、大分としてもチームとしてやれるみたいなのがあるんですよでもとはいえ、うん、やっぱもう J1 に復帰っていうのは、はい、もう結構大分としてはマストなんで そうね、そんな悠長なことも言ってられないんじゃないかなって気はするんですけどサポーターさん的にはどうなんですかだからこの発言聞く限り、うん、すぐ結果を出しますみたいな言い方はしてないそうねなんかねちょっと数年かけてみたいなチーム作っ てゆっくりやるみたいな話に俺は聞こえるから、うん、なんかサポーター的にはこれを聞いてなんか、今年どうなんだろうなってなるのか、まあ、それともいやいやこれでも今年ちゃんと昇格を狙っていけるんじゃないかと思ってるか、うんまあ、結構サポーターさんで結構そうね、はい、でですよはいまあじゃあアウト先に見ていきましょうかはい、はい、アウトこんな感じになってますバン、はい、はい結構多いね多いですね人数で言うと 1,2,3,4,5,6,7,8
7、8、9、10、11、12、14、多い。結構完全移籍の人多いね。多いね、うん、でやっぱね俺今年やっぱね他のチームを見て思ったけど未定が多いの。多いね。なんかやっぱり結構他のチームも見てて決まらないけど先にもう契約満了で出しておくのが増えた気がなんとなくしてます。で今アウトが14、5人がいるんで、はい、結構多いね、うん、なんか平均で言うと10なんですよ、うん、例年、うん、もう気持ちちょっと多くて血の入れ替えをちょっとしようとしてるのかなっていうところです、ね、はい。でまあよ見てもらったら分かる通り結構主力のそうなんね数選手が移籍してまして、まずここはちょっとびっくりしてるよね。ねえ、なんか三沢選手的にはね、うん、鹿島がちょっと怪我の思いがいかなくて大分に来て大分で復活したから、なんか俺的にはもうずっと大分に来たかなと思って。そうですよ、4年間大分に。いやいやいや、俺めちゃくちゃ印象深い選手もうね、大分は、まあ、一番いいぐらいね、こう印象ある選手ね、2022年シーズン40試合出場、もう主力も主力も要も要が京都サンド、はい、個人賞なんです、ね、選手ね。三沢選手としてもやっぱりご兄弟とね、最後 J1 でまだやりたいんだっていうのもあるかもしれない、まあ、ただ移籍しちゃったけどね。あ、そうか、そうよ。あ、そうや。え、どこ行ったっけ。ポルトガルかな。あ、そうや、移籍しました。そうや、できんやん。できないです。うわー、まあ、でも個人昇格、31歳での個人昇格はもうなかなか最後じゃないかもしれないけど、やっぱりチャンスですか、うん、個人としては。まあ、サポーターさんも悲しいやろ。悲しいよ。ね、せっかくの人生伸びたのか、はい。長くね、そうしたらちょっといきましょうかね。はい、で、下田北斗選手、はい、移籍ですと、町田ゼルビア。ここもね、下田選手はやっぱ多いじゃないけど、うわ、いいなって思った、ね、そういう話しとったもんね。で、やっぱ、もう下田北斗選手、俺の中ではもう多いと思う、うん、選手。っていう認識にはなってたけど、まさかの移籍、ね、うまいかったし、アビスパで欲しいねって話何回もしたね、しかも大分選手は。そう、で大分にいる時もアビスパ今回ラビアの話は何回かしたけど、まあ、まさかのゼルビア。ゼルビアすごい、ゼルビアいいとこ取っていい。まあもう言わずもがなですね、下田選手に関しては。で、井上選手、はい、ここが結構アリノス、アリノス期待されてるんじゃないですか。いやいや、井上選手はマジでトップ力えげつない。言おったもんね、シーズン終盤に。いやいや、えげつないよ、井上選手。もちろん2次戦の22年シーズンも35試合出場、福大出身らしい。知らんかったよ。知ってます。あ、知ってた、はい、あー、知らん、はい、いい選手、アビスパ逃してるやん。マリノスで通用する。やっぱマリノスもね、テルがね、そうやね、抜けたっていうところもあってね、ネクストというかね、スピードスター的なところでね、井上選手がっちりハマるんじゃないかなと思います。いやー、いいんじゃないですか。いい選手取ったなと思いましたもんね。昨日も言ったね、はい、マリノスでいっぱい上田選手みたいに、うん、まあ、長崎で言った上田選手みたいにマリノスにこうやっぱアタッカーとして取られるっていうのは誉れじゃないですか。そうね、あんなアタッキングなチームで、うん、まあ、まだ活躍できるかどうかって決まったわけじゃないけど、あの中でやらせてもらえるんです。楽しみ。まあメンバーもいいしね。ね、先生たくさんいて。まあネクストテルとか期待されてるわけですよ。いや間違いない。これは間違いない。素晴らしい。おめでとうございます。はい。で、まあ、ゴヤ選手。はい。まあ、ここはちょっとびっくりしたね。これは。ジェフ。ああ。ジェフとしては結構手こ入れを取った感じですよ、ね。いや、そここのねゴヤ選手の移籍がなんかよく読めない。J1 に行くわけではなくてね、そうね、その大分でも活躍で35試合そうそうそう、やだけし、これなのか、まあそれこそ大分の来年移行できて、それを若い選手をみたいな色が出すぎたのかなみたいな。でもまあ29やけ、まあ昨日去年の得点も考えれば俺は全然まだ行ってよかったんじゃないかと思いますけど、サポーターさんに教えてほしい。ベテランの中で小林選手なんて大事な存在になってくるやつ、ね。まあ、ジェフとしてはもう明らかに戦力、即戦力として取った感じですよね、やっぱり。ジェフはちょっと、こんなんでかいなって思ったんですよね。で、まあ、まあ、現行にもあるんですけど、はい、パス交換数で言うと、まあ、下田、サオペアなんか1位、2位を占めていて、まあ、中心の2名が改めて受けたんじゃないかな。いや、ここがね、
チイがもう下なさんさん下なんだっけ、ここから始まるんだ。いやそうねそうね、いやまさかここが抜けるとはっていうんですね。まあまあちょっとこれはアウトになってますっていうところで、はい、じゃあインっていう、はい、インこんな感じですと、はい、はい、まあ、ちょっとアウトに対してのインがちょっと弱い気は僕はするんですけどね、なんかあんまりこう、まあ、J1 からも引っ張ってきてるわけでもなくて、そう、ね、まあ、J2 の中でもなんかすごく上位から引っ張ってるわけじゃなくて、なんか大丈夫かな。そうね、まあ、池田選手ぐらいも知ってる。そうね、さすがの俺たちでも知ってるわ、うん、池田選手は。だけどちょっとね、それ以外のところで、まあ、もちろんユースもいるし大学もいるしって思うけど、なんかちょっと名前的に知ってる選手はあんまり、ね、謎の外国人選手も、ね、そうね、おるしね、出るが、はい、187cm 左利きのディフェンス。ここね、ちょっと調べたけどあんまり情報が、まあね、ちょっと分からなくて、分かる人は教えてほしいんですけど、あ多分ね、あサポーターですら分からん、あの状況のジットって。そうよね、分かる、たまにあるよね、たまにさ、まあ、なんか調べたら来るみたいな、ね、調べても出てこんみたいな。名古屋に去年かな、なんかフォワードの選手入って青木さんに、その選手誰ですか、いや、僕たちもそうあるそのパターンよね、そのパターンね。でも187左利きのディフェンスで出るら、エンリケ・トレビザン、あイメージじゃない、そっちじゃない、エンリケ・トレビザンなのかなと思った俺は。ちょっと長いところも切れてタッパもあって、エンリケそんなタッパあったっけ、おでかくなかったっけ、ただ体重も強いイメージねえあったよね、うん、なんでまあそういうイメージで取ってるのかなっていう気ですけど、どうでしょうか、教えてもらえる。そうね、そこのところはちょっとね、トレビさん懐かしいね、懐かしい、 FC 東京に行ったんですよね、ああ25歳、あ、185cm、 あ、そうね、左利き、やっぱスマートやったイメージがで、ほっすらっとしちゃったね、そうそう、スマートがやっぱ、やっぱほら、そうなのよ、完璧にエンリケ・トレビさん、あとはこの、もう一枚、小入選手がね、はい、あのベルナに移籍してるのもあるんで、なるほど、やっぱディフェンスラインがね、やっぱりちょっと補強しないかというところでのデルラン選手、デルラン、外国人選手、まあ、楽しみですね、楽しみで、ちょっと面白い、分かんない、はい、あとなんか注目選手いますか。注目選手はちょっと2人で、はいはい、まああの1人これ1人じゃないんですけど、ペレイラ選手はあの、まあ、レンタルで来てたのが、はい、完全に移籍っていうところで昨シーズンの6席決めて、はいはい、ここはまあ熱いところと、でもちょっと2人で、安藤選手、はい、それと智也選手が、今年はい、吉田智也さん、違う、それは俺の友達、あ、同級生、同級生です、地元の友達です。あ、原付取ったのは、それはその弟で、あ、原付パクったのは弟めちゃめちゃ地元の話、俺吉田家に殺され絶対分からない見とったら見てないよね、見てない、大丈夫、はい、まあね、まあ、安藤選手というか、はい、バワリから全員席っていう感じで入ってきて、そういったところは、まあ、去年も29試合出場してて、はい、センターバックながら6点決め、素晴らしい J3 でね、2022年シーズン、J3 のベストイレブン、いやー、素晴らしいんじゃないですか、まあ、得点シーンが何か分かんないけど、頭なのか分かんないけど、まあ、こんだけ積極的な、そうそうそう、熱いんでしょうね。いや、ここもかなりいい安藤選手も、ね、それこそ、まあ、今からの選手かなっていうところで、かなりマッチする選手だろうし、あとはユース上がり、これも、安田選手は、はい、もう昨シーズンから特別指定選手で、はい、もう出場してるんですけど。おまあまあ、なんとプレーオフにもスタメンですよ。うわ、素晴らしい。えぐいよ、ちょっと。しかも、アンダー19の日本の飛び級で選出っていう、かなり期待が高かった。うん、なんか身長も 182cm なんで、ボランチない、ね、いいよ、でかいボランチ好きよ、俺。そうでも、でかくて、スローとかとか、今、足元もいつつも、そう、動きが結構、タッチとか上手ね。うわー、ちょっとでかいボランチ好きなのよ、そうそう、プレッシュちょっと見たけど、結構手が大きいね、何プレッシュかっていう、でも、あ、手足長いんでしょ、はい、オグマやすごい、まあ、スルーパスみたいなことの浸透者、オグマや、うん、それが今、ちょっと早まりは17歳で、いやー、楽しみ、大分見てーチーム再現し、いいね、いいね、プレーオフのサプレで素晴らしい、ここはちょっと安田選手は、まあ、去年からもちろんサポーターさんは知ってる注目選手だってなってるけど、ちょっと今年注目してみていきたいなっていう安田選手です、はいはい、
あと佐藤城成選手は、はい、同じくアンダー18年代表、素晴らしい。この選手もあの昨年20ゴールで天の愛でゴール決めてるし、アンダー18の日本代表にも選ばれてる。うわぁ、期待をできるねところですね。まあ本当じゃあもうさっきもう冒頭で言った通り、下田原監督も若手をしっかり使うっていうところ、いやそうそうそう、それ聞いた上で見るとなんかそうなんだな。そうね、まだ唯一の、まあ、懸念点で言うとやっぱりちょっと計算が今のところ立つのかっていうところですね。そうね、うん、ちなみに長澤選手は継続です。あら、計算立ちました。長澤選手、まあチームはもうとってもいいよね。長澤選手は大丈夫、長澤選手は、じゃあのやっぱ増田選手もなんかあのなんとか見ながら挨拶、最初のチームの挨拶であの監督の後に増田選手が挨拶してキャプテンなのかなみたいな、おなんかツイッターでこう流れ、増田選手顔はまだ17歳かわいいね、やけどね、いやいやいや、本当に、まあ、その2名、まあ、野村選手も残りますし、まあ、なんか攻撃の格の部分っていうのは割と残ってはいるから、まあ、そこに若手が絡んで、まあ、どう鼓舞していくか、そういう意味ではちょっと後ろが不満ではあるね、はい、そんな感じでしょうかね、まあ、大分サポーターさん的にはまだ足りないよなとか、そうね、もっとくれよなとか、逆になんか、あ、こんぐらい来たらいいんじゃねえか、いける気がするだろうか。そうね、教えてほしい。仕事は僕、俺らがやっぱり今アビスパのサポーターとして、はい、この状況でアビスパ行ったら、まあ、J2 の時としてね、不安になるところもあるかな。現状アビスパやっぱりまだ、まあ、ダルトンのレベルやし、まだ ね、 そうね、もう一応その新体制発表もあった上でもやっぱ不安なんで、そう、ね、でも大分も俺同じ気持ちじゃないかなって、そうですね、うん、まあ、ぜひまたコメントで、そうね、なんか心情であったりとか予想スタメン、スタメンとか琉球と熊本の方はスタメン長崎か、そうね、ま、た間違いがあったらまた指摘くだされば、はい、お願いします、はい、どうせ間違いがあったらこんな仕事終わりの眠い状態でギリギリでやってますもんね、どうせ間違ってやるスタメンの予想の方教えてください、はい、長い動画、はい、ご注意ありがとうございました。急ピッチでありますが、九州続きますんで、はい、皆さんこれからもチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。